豊川鉄道的52系電気機関車は、豊川鉄道が1927年に申請した直流用電気機関車である。保有事業者である豊川鉄道の戦時買収、国有化に伴って本形式も国鉄席へ編入され、戦後の形式称号規定改定に際して ED29 型と改版された。1927年に日本車両製造を呼び、 東洋電気製造で一両が申請された。すでに在籍した電気50型が車体前後に機械室を備える突形車体であったのに対し、本形式は主要機器をすべて車体に内蔵し、車体前後にデッキを備える箱型車体に改められた。前後つま面には砂箱を備え、乗務員室扉は車体前面の向かって左側に寄せて設置されている。 車両番号は、楕円形の新中性プレートで表記され、左右側面の前後エンド部分に設置された。また側面中央部には同じく新中性プレートによる、豊川鉄道の車掌が取り付けられた。台車は、日本車両製造製の板台枠式に軸、ボギー台車を装着し、パンタグラフは1両あたり2機搭載した。本形式の同型機としては、 豊橋鉄道の出来451や近畿日本鉄道の出21などがある。1943年の豊川鉄道の戦時買収に伴って本形式も国鉄に継承された。国鉄の保有する電気機関車となった後は機器の標準化改造が行われ、主電動機は TDK-522A から MT15 バイトにパンタグラフも 国鉄正式の PS13 へ交換された。つまめに設置された砂箱については、豊川鉄道保有当時に一旦撤去され、国有化後に改めて台車に砂箱を新設した。買収後も、私鉄時代の番号のまま、引き続き飯田線で使用され、1952年に国鉄形式を付与されて ED29 型となった。 1959年3月に廃車となり、学南鉄道に譲渡された。学南鉄道譲渡後の ED29 系、学南鉄道は、当時電車線の河川電圧が直流 600V だったので入線後に高圧工事を施行し、形式番号は国鉄時代の ED29 系、ED291 のまま、主に貨物列車の牽引や雛駅での入れ替え用として使用された。 電動カ無軸式であった制御装置は1965年に電磁空気単位スイッチ式に改められ、1969年の学南線の河川電圧 1500V への昇圧に、際しては再び昇圧工事、配線引き直し等が施された。その後は全昇灯位置変更、車体色及び連結器周りの塗装変更を経て、長らく使用されていたが、 貨物輸送水帯により、学南富士岡駅構内に旧車として留置され、非常用予備機として車席を保持していたが、10年以上、手入れをされていないため、痛みが激しく、両エンドのホイッスルが撤去され、致命的な破損箇所もあって予備機としても使用は、厳しい状況にあった。しかし2008年10月以降にに、エンド側運転席窓欠落の修復など、 傷んだ車体の修繕作業が同駅構内で実施された。2013年に鉄道事業の遺憾に伴い、学南電車へ引き継がれた後、2015年3月31日付で廃車された。学南鉄道 ED29 軽電機機関車に関するカテゴリー、他社から譲り受けた鉄道車用。ありがとうございます。